竜の目はな、あなた方と共に。竜の平和があなた方と共に。キリストの平和に、はい、大活躍になりましたか。どうもおはようございます。ようこそおいでくださいました。神様きっとね、私たちのこの交わりを喜んでいてくださると思いますね。どんな時も神様は私たちにとって愛の方であるということ、そして私たちはその眼差しの中に、この一匹の中にあるということは何という幸いなことでしょうか。たくさんの意識を持っているんですね。ということで、一言お祈りをさせていただいて、御言葉に耳を傾けます。愛と恵みの神様、私たちを愛してくださって、ありがとうございます。大きな大きな、あなたの恵みを含めて、私たちを生かされて今、ここにあります。それぞれが大きな課題を与えられていますけれども、しかし、これらすべても、またあなたの愛の御手のうちにあることを覚えて、心から感謝いたします。もうどうぞ、あなたがこの恵みを持って導いてください。このところにあなたの愛を、一人一人にあなたのどうぞ、癒しと、そして何かにと、美しく持たせてくださいますね。今、世界でも多くの様々な困難がありますけれども、どうぞ主よ、私たちが祈るとともに、どうぞ、泣くことがありましたならば、私たちにそれらの一つを、一端を担わせてくださいますように、そして共に歩む、その幸いを生きることができるように、今日このところに集えられるという友の上に祝福がありますように、また、この日本で世界で行われております、すべての主の日のその礼拝の上に、あなたの祝福をお与えくださいますように。この時を感謝します。聞かないものが御言葉を取り継ぎますので、どうぞ打ち砕いて謝りなくあなたのご用に働かせてくださいますようにお願いいたします。イエス様の名前によってお祈りをいたします。アメン。なんかね、随分いい天気が続きましたけれども、しかしまた突然に雨が降ったりとで、秋の空でありますこの間ですね、ふっと、最近、ふっとというよりもよく思うんですね、当たり前のことが起きてですね、その当たり前のことにこう驚いてしまうということがよくあります。その一番の当たり前のことがですね、今日のところにもちょっと書いておったんですけれどもですね、七とぎに一つ足りなき罪の重力に勝るし、恩寵の今にという、その恩寵の今なんかこてつけたような気もするんですけどですね、本当に七とぎなんてね、70歳なんて信じられない年齢になりましたね、つくづくと思うんですね。なるほど、10だと。皆さん、ここ、私、高校生の時に70歳だって言ったですもんね。いい人の字ですね。もう本当にね、もう、すぐさみだけ正義な感じがですね。一方したように、そんな年齢に自分がなってしまったことにですね、本当に不思議な思いを抱いております。そして、自分のことで考えると、70ってまだこれからだなってこう、気がするので、これが危ないんですね。ですから、出下がらないように生きていきたいなと、そんなふうにこう、思っておりますが、まあ、そういう中でですね、重力と恩寵の狭間に生きると言いますか、もうこの世で皆さんたちもそうでしょう、何も70歳にならなくてもですね、それぞれにですね、皆さんそれぞれの人生があるわけですから、今が辛いなぁ、そのことたくさんあるでしょう。あとね、若い人たちがね、お立ちになったり、
25人だったら30ぐらいになったらと思いませんね。そして、これと同じようにですね、もちろん高校生でも言っていますよ。いや、中学生の頃よかったとですね、何だろうなと思いますね。そして大体結婚すると、独身の頃よかったと言いますよね。お仕事し始めますと、そうですけど、なかった学生の頃よかった。みんなそうなんですね。私たちはこういつもこう、一度振り返りながらですね、そして、また前に不安を抱きながら、いつもこう、不安と、そして失望感に、この、挟まれながらこう生きているっていう、そういう感じしますけど、私、高校の時のことを考えますとですね、今、高校生にいるから、考えますとですね、本当に悩みが多かったですね。本当に多かった。いつもいつ死ぬかといつも考えておりましたからですね、辛い、辛かったですね。で、一つ一つ考えてみますとですね、あの時行きたかなとかですね、私考えてるのないんですよね。ですから、高校生の時に戻りたいとかですね、二十歳の頃に戻りたいとかですね、そんなことってあんまり感じないんで、来たんですけれども、しかしそれにしましても、皆さんたちね、不思議なことでしょう。私たちはですから、今の中に祝福が見出せないんですね。これが人生の悩みの多くだと思います。今このところにね、本当に喜びが見出せない。そのところにおいでになられたのがイエス様なんですね。そして、イエス様の足跡をたどっていきますと、イエス様の足跡を引き抜にずっとこう響かれておりますけれどもね、イエス様を、そうするとイエス様と出会った人というのは、どういう人たちであったかなということを見ていきますと、ね、悲しみのただ中にあった人、病気の中にあった人、そして、休められていた人、見捨てられていた人、そういうね、人たちがみんなイエス様のところに来たんです。そして、イエス様と出会って、新しい人生を生きるようになったんですね。これが福音ですね。ということは、一つ考えてみますと、私たちの今というのは、ね、私たちはダメだと思ってるけど、そんなに否定的なことじゃないということなんですよね。私たち今このところで自分の持っている問題をですね、この拡大鏡で見るようにして、とてつもなく大きいね、富士山のようにしてしまいます、岩山のようにしてしまいますけれども、実はそこのところにね、私たちの思いがそこにあるのではなくて、実は私たちの周りにはたくさんの祝福があるんじゃないのかなと思いますね。はい、仕事してると仕事のいろんな問題が見えてきますね。学校に行ってると学校のね、また何か活動していますと、その活動の中に、もう本当に嫌なものが見えてきて、うわーっとこういうふうに私たちは思うんですね。はい、それは正しい人生の見方なのだろうかと思う。そういう疑問をですね、私は持つに至ったわけです。持ったわけです。そういう中で聖書を読んでいきますと、私たちは現実という中では、たくさんの今皆さんたちもたくさんの課題を抱えておりますでしょ。で、それは若いとか、ね、年齢を持っている、年齢が上になっているとかっていう、そういうことでは全くないんですね。そして、それとは全く別に私たちは、本当に自分たちの今がね、もう不満でしょうがない。こうでなかったらっていう思いがいつもいっぱいにあるんですね。さあ、そういうさまざまなことがある中で、イエス様がですね、こんなお話をしましたね。2羽のスズメは1アサリオンで売られているではないか。そういうイエス様の言葉があるんですね。岩のスズメは1アサリオンで売られているではないか。しかしその一つも、ね、一たりともですね、このあなた方の父の許しがなければ、神様の許しがなければ、地に落ちることはない。岩で100円、スズメが100円で売られている。
このスズメでさえですね、神様の、ね、神様の御心の中にありますよ、ね、神様はこのスズメを覚えておりますよ。あなた方はそれ以上にね、大切なものでしょ。こういうふうに神様は一羽の二羽のスズメにさえね、一羽一羽のスズメにさえ目を止めていてください。他の聖書の箇所でいくとね、五羽のスズメはに明かりを呼んで生まれているではないかと書いてあるんですね。二羽で、ね、二羽で100円、ね、五羽で200円。そうするとどういうことかっていうと、一羽余りますでしょ。一羽余ったっていうこと、これおまけの一羽っていうことです。先ほども一ついくらね、ところが3つ買えばね、1つ100円、3つ買えばね、それこそ200円だけは3つ買えるって、こういう感じですね。すなわちね、おまけだなと思うような、自分にとって自分はどうにもならない、本当に私なんかと思う、そのところにもね、神様の恵みがね、いっぱいですよ。そこは私たちはその神様の祝福をですね、そういうこと覚えることができないんですね。実は先々週ですね、先々週ちょうど今ね、高校生の方いらっしゃらないので、こんな話をしたんですね。それは私が毎年、ずっと10年も実業高校でですね、お話をさせていただいているんですが、その時一番最後にね、生きる力っていう題でですね、話してくるので、生きる力で話してくるのも大変な話なんですけれどもね、生きる力って、そして私たち一人一人はね、本当に素晴らしい存在だということをお話しした後で、そして、昨日ね、実はそれ、実際にありまして、チャイルドラインというところでお話をさせていただいたときにね、接してたときに、そこにいました、年配の方ですね、ちょっとね、お金持ちの人になったんですけどね、言うと、すみません、ちょっと1万円お待ちですかって言うと、はい。で、金髪じゃないですか、実に、1万円の金髪をですね、出してもらいました。ね、だから、そうしまして、それで私、この間やったようにですね、私1万円なんて持ってないので1000円でね、そうするとですね、これ1万円ですねってこういうふうにやって、その1万円をね、目の前でね、その金髪を出すんですよ。はい。何てことするんだって顔してですね、私を見まして、そしてその時にこうやってね、開いてですね、で、そばに立ってね、あとこれ欲しいですかって言ったんですよ。欲しいって言ったんですよ。だから、ね、そりゃそうですよね。でも、つわくさですよ。つわくさでもいいんですよ。なんかね。で、先にこうやって、つわくさになったら、皆さん、1万円の1000円の価値がなくなるんですよ。なくなるんですよ。1000円。1万円が1万円。あなたがどんな人であろうと、どんなものであろうと、神様はあなたのことを愛してくださるばかりであります。あなたは高貴で尊いって言ってます。私たちは自分たちが、私もだって70になりましたからね、年取って、もうこれでね、俺の人生もですね、いよいよそろそろ終わりだなと、俺もね、価値が下がってきたもんだ、と思ったりするね。また、認知症になったり、いろんなことが、しかし、もう来ないですかね。どんな人神様の目から見たら、どんな人。そして、自分神様の目から見たらばかりではなくて、私自身にとってもですね、本当なの。本当なの。私はちっとも価値がなくてね。でも私たちはそのことをですね、そんな風に自分たちが学習したことで、そういう風に思い込んでしまう。それを取るためにイエス様を家に入ったんですよ。そして、あなたは素晴らしい、ね。あなたはとても素晴らしい方だと、そのようにおっしゃってくださったときに、人々が新しい命を生きたいんです。私たちはたくさんの、実は恵みの中にいるということをね、忘れてしまっているんです。そして、重力に押し潰されてしまうんですよ。自分の今持っている問題、ね、
例えば、ね、勉強、受験を目の前にしていれば受験だしですね、就職を目の前にしていれば就職だし、子供が問題を持っていると子供のことだしね、こういうふうにして見えないような自分たち、重力に押し潰されてしまうんです。こういうような状態の中に私たちはいるんじゃないですか。そんな中で、いや、しかし私たちはそういう中でこのことを、そのことにこういつも、ね、目が行ってしまうわけです。そしてそのことを見て私は本当なんてダメなんだろうといつもそのようにして思ってしまう。しかし実際そうなんだろうか、こういうわけなんですね。ですから聖書はですね、先ほどイザヤ書のところでこんな風にですね、距離を挟んでおいていただければよかったと思いますが、1164ページのところで、すぐ開ける方はどうぞ開いていただいてですね、7節のところから、私は心に留める主の慈しみと主の栄誉と、ね、神様が私たちに与えてくださった慈しみと神様の思いを、主が私たちに賜ったすべてのことを、主がイスラエルのようにね、この地域に、また民族に、日本にでもいいですよ、その多くの恵み、憐れみと豊かな慈しみを心に留めるっていうんですね。そして主は言われた。神様は私のためにイスラエルのようにそれぞれ、あなたは神様の最高の作品ですよ、こういうふうに言うって言うんです。そして主は彼らの救いとなろうと、あなたの救い主となった。あなたの苦難を常にご自分の苦難とし、御前に仕える御使いによって彼らを救い、愛と憐れみをもってあなたをあがない、昔から常にあなたを追い、あなたを担ってくださった。そういう時にはね、その彼とか彼女とかというところにご自分の名前に入れるという、あなたを担ってください。私たちは、ああ、私は絶望だと言います。しかし、たった人生の中のほんのわずかなことを思って、私たちは絶望だと言ってしまうんですね。ダメだと思います。いろんな悩みをですね、そして自分自身の悩みにも目を留めていきますとですね、それがトレンドであるかのように、このことが解決しなければ、ね、つまり私たちは、オールはないっていうのでね、そういうふうにして言葉を考えてしまうんです。そうでしょうか。私が例えば失恋したら私の存在は無駄くなってしまうのでしょうか。私がお金をなくしたら、私が認知症になったら、私が70歳過ぎて80歳だったら、私は価値がなくなってしまうのでしょうか。そうですね。私たちは小さなことにとらわれていて、神様の恵みを今を忘れてしまっている。実際私たちは本当に不屈の真っただ中です、ね。で、そのことをですね、思いながらもですね、なかなかそう思えないんですけれどもね、私は朝起きてですね、皆さん、すごいじゃないですか、ねえ、そば、真っ暗闇の中で守られて目が覚めるんですもんね。それだけで、ああ、目が覚める、目が見えるから目が覚めるっていうんですよ。体が動く。ねえ。私たちは、ね、ご飯を作ってくれる人がいるし、いろんな人たちがいるし、交わりをする人がいるし、一つ一つのことを数えてみたら、私たちはね、あふれるばかりの宝の中に、宝の山にいるんですよ。ところがね、たった一つのこと、ね、ちょっとね、つながるの、実がやる。何かがあるな、ね。私たちはそれら一つ一つをですね、私たちの中で本当にね、拡大してしまって、それが解決しないうち、人生ダメになってしまうような感じになってしまう。でもね、もう私たちは恵みの中で、実際、人々、周りを見てごらんなさい。こういうふうにして私が今ここにいるっていうだけだって、皆さんがいなければ私ここに入れないわけですから。ね、お話だってさせていただけないわけですから。多くの人に祈っていただかなければ、私は今ここにいることができないわけですから。そればかりではなくて、今日までのさまざまな歩みの中で、どんなにたくさん支えられて、今あるか。私たち一人一人みんなそうですよ。ですからね、力抜けるときって、力に入らないときってのはね、恵みが見えてないときなんです。そして、ね、問題だけが、突出してくると、ずっとね、途絶えちゃってくるんです。ピラミッドのように自分の前に立ち下がって、そんな
私たちの中でですね、庭のスズメは一匹あさり呼んで売られているではないかという恵みの言葉は素晴らしい言葉ですし、また私たちはですね、このことはゆっくりとは思いますけれども、主はですね、神様は私たちをね、見舞いに使える見使いによって彼らを救うと書いてあなた方を救う。皆さん、天使の存在信じてますか？天使でいいですよ。本当にあんまりね、このこと、天使のことをね、ずっと幼い頃から教会に行ってましたけど、天使のことあんまり日本の教会では教えてくれませんのでね。でも、以前にも話したように、私のですね、父であり、ありますところの小沢というですね、小沢はじめというね、先生はですね、僕は、亡くなるときにね、いや、僕もそれぞれね、手に帰るよ、カルトのところに帰るよって言ってるんですね。そしてね、いやー、でもな、向こうに行くと、一番好きなのは、天使の仕事も楽しくなって、そしてね、そしてね、その日亡くなったんですよ。だから私は、小沢先生ね、天使の仕事もやってるんだろうと思うんですよ。ね、そして、私はですね、皆さん愛する、今度、再来週はですね、追悼者の永眠者、死刑者の、ね、手に帰った方の記念礼拝ですよね。皆さん、そういうふうにして手に帰った方なんか、ね、皆さんたちをね、守ってくださる天使だと思ったら、どうですかね。何も言われませんか。そしてね、それはあながちね、生徒的じゃないことでもない、ね。そして、皆さんよく知っているマリアというセーフね、マリアというセーフのことは、その天使を見ると書いてあるんですね。天使が消えたんですか、ね。大事な時に全部天使が出てくるんです。イエス様十字架におかかりになられる前にもここで天使が出てきているんですよね。皆さん、私たちはね、本当に良き力に我守られてというですね、ボンヘーファー、デートリッキー・ボンヘーファーという方のですね、歌を作りましたけれどもですね、良き力に私たちは神様の力ということと同時に、私たちはね、本当に目に見えないね、そういう私たちを支えるところの天の力、ね、天によっても支えられている。で、そのことを知ったら、すごい。で、私たちの人生違ってくるのではないでしょうか。ね、私たちはですね、今生きている中では、16、すなわち私たちはですね、生きるということの重力に押し潰されそうになっているということは、確かにそうであろうかと思いますよね。さまざまな、私はローマの神聖の手紙では、私は肉の人であり、罪に売り渡されています。私は自分のしていることが分かりません。自分が望むことは実行せず、かえって憎んでいることをするからです。私は自分の肉には、つまり私の肉には、善が住んでいないことを知っています。善をなそうとする意志がありますが、それを実行する力がないからです。私は何という惨めな人間なのでしょう。頑張らなきゃ。一生懸命自分を叱咤激励し、また人からもですね、あんたそのままじゃダメだよ、言われるけれどもですね、まあ、しかしそれを気づく力にね、ね、私を欺く心の力に働いていく。なんということなんだ。主に定められたこの体から誰が作ってくれるでしょうか。こういうふうにですね、聖書の新約聖書の3分の1を書いたと言われる、パウロの真似というですね、なんという惨めな人間だろうというのはよくわかりますよね。この死の体から誰が私を救ってくれるだろうでしょうか。私たちの主イエス・キリストを通して神は感謝。これ私を救い生かし立ち上がらせてくださる方がいらっしゃる。その方によって私たちは本当に感謝していかなくてはならないというのですね。皆さん、どこを見るかですよ、ね、私たちが十字架を見る、そうするとこの教会に十字架があるということを私たちは、ね、ふーっと忘れてしまいますが、十字架、本当はあの十字架っていうのは私がつけられるはずの場所だったんですね。
私たちの罪、さまざまな問題、そして自分で今思っているさまざまな出来事がいろんなことの中で、もうある意味ではですね、十字架の上にいるように、また十字架に向かう人のように、私たちは本当にですね、自分の罪に苛まれ、そしてまた攻撃されているように思ってしまうんですね。そのような私たちであるということですね。そこで逆転が起こるんですね。決定的な逆転が起こってくるわけです。それはね、彼らの妻のご自分の妻として神は背負った。皆さんに伝える御使いによって彼らを救い、なんと憐れみを持ってあなたをあがなり、あなたを追い、あなたを担ってくださった。その方がいらっしゃる。皆さん、あなたと共に神様がいらっしゃる。インマヌエル。実は今日のですね、テーマはですね、そういう私たち、ね、私たちは自分たちの人生の中でいっぱいいろんなことがありますね。しかし、そういう中で、ね、私たちは本当に救い、解放してくださる方がいらっしゃいますよ。いや、実はこれを背負ってくださる方が、本当の源は何ですか？本質小説ですか？どうですか？頑張らなきゃっていう、そういうことです。それもあるかもしれません。源は、ね、力の源はないんです。感謝の源、力の源はね、感謝のことです。自分が生き続けたときに、この私のために、ね、命まで捨ててくださった方がいます。私のために祈ってくれる人がいます。それを言ってここまで支えてくれた人がいます。皆さん、それが力になるんですよ。ね、私たちが愛と出会うときに、私たちはですからとんでもない力を発揮するんですね。私の大好きなもちもちの木っていう、動画がありますけれども、そんなの話してる時間がありませんけれどもですね、本当に愛があれば、ね、力が出てくるんです、ね、そう、愛されている自分と出会うことが新しく生きる力になっていく。そこで、今日の聖書のですね、もう一つのところで、エフェソのところを私たちはですね、このところで知るわけですけれどもですね、そしてエフェソのところではですね、こういうふうに、私たちが、ね、生きることができるのは、っていうのはね、救われたということなんですね。恵みによる、ただ一方的に、そう、私は今、こういうふうに言っているときにですね、父もいたな、母もいたな、一方的に恵みでしょ、皆さんがいる、周りが整えている、聖書を読んで、偉そうに喋ってたって、この聖書を作ってくれた方がいる、聖書だってどれぐらいの人の手によって待っているか分かりませんでしょ、これ。何万人の人の手ですよ、手によってですよ。一つ一つのことが、ああ、恵みに囲まれている私たちがね、私がこういう恵みと出会っていく、そうするときに新しい時が始まっていくわけです、ね、ですからこのところで私自身はいつも苦しみのただ中にある。新しい時が実は始まっていや、そうではなくて今ここに恵みが満ちている。あなたはね、出会えることはですね、あなたがまず大事に、神様の恵みに祝福、そして多くの人の支えの中にいるということと出会っていくとね、力が出てくると、こんなに大事にされ、かけがえのものと前に向けされている。イエス様と出会ってたらみんなそうだったんですね。だから新しい時が始まっていったので、実はこの憐れみっていうですね、私たちは神の恵みとか憐れみというね、その言葉はヘブライ語ではですね、書かれているのはラヘムっていう言葉でですね、実はこのラヘムっていう言葉は地球という言葉なんですね。地球を意味する言葉なんです。複数形になりますとですね、ラハミムとヘブライ語でなりましてですね、憐れむこととか愛とか慈悲という言葉に置き換えられていると。で、この神様の恵みのうちにね、このラヘム、ね、慈悲の中に、憐れみの中にという、このラヘムは、
この人間の宿る機関のことですから、地球ですから、ね、預言者エレミアがですね、預言者になるべく設定されたその時にはですね、私はあなたを、ね、母の胎に作る前から、ラヘムに作る前からあなたを知っていた。母のラヘムに作る前からあなたを性別し、諸国の預言者として立てた。こういうふうに言っている。子供が生まれてくるときに、本当に産み落とされるときに母がですね、本当に苦しむように、しかし、共に苦しみながら生まれ出てくるように、神様ご自身がですね、このまさに、人にもとしてイエス様が、あのマリアのラヘムに宿っていた。そして私たちの間に人となってくる。共に生きるために。今朝はここでみんなのように、神に我らと共にいます。このように言ってくれてますね。やっぱりいつも私たちと一緒にいてください。ね、要するに、簡単に言えばね、私たちは神様の地球の中にいるようなものかな。ね、どっかに、ね、守られているからって言って、子供だって全部いろんなね、海外の子供がどういうかでもいいろんな不安や、さまざまなことの中で、たくさんの影響を受けるということを知られてますよね、もうすでにね。でも私たちは今、自分がどのような中に、ね、置かれているか、神様の愛の中ですね、ラヘムの中、哀れみ、すなわち、神様の地球の中に私たちは置かれている。さまざまな問題がありつつも、私たちは恵みの前、ただの中です。先ほどの4章のですね、この2章の4節のところで見ていますと、353ページですね、で、その新約の手紙のところですね、新約聖書の353ページの、生まれながら怒りを受けるべきものでした、ね、そんなものでした、そして今もそのように生きています。ね、4節、はい、しかしから一緒に読んでみます。はい、しかし、憐れみ豊かな神は私たちをこの上なく愛してくださり、その愛によって罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方の救われたのは恵みによるのです。すなわち、私たちが救われるのはですね、ただ神様の一方的な愛によるのですよ、ね、痛みによるのですよ、恵みによるのですよっていうのです。はい、そして、できてない。キリスト、イエスによって、共に復活させ、共に天の王座に立たせてくださいました。こういうふうに書かれたり、そして、発説では、あなた方は恵みにより、信仰によって、救われています。皆さん、私たちはね、自分が何かのことができたか、何かを与えられるか、もうすでに、何かまた、十分なのに与えられている、そのことにも知らないですね。ですからないものを探すのでもあるんですけど、神様は私たちに、ね、全部必要な全部を与えてくださっている、そのことを私たちのことです、ね、信じることです。神様ありがとうございます。私は私に必要な全てが与えられていますと感謝するときに、ね、メリーが見えてくる、そして私たちは恩寵の中に、ね、重力とともに恩寵の中に神様の愛の中に、そして癒しの中に、救いの中に置かれて、主の恵みが私たちの上にいっぱいあります。そのことを覚えて、そうなんですね、恩寵のまさにしように様々なことがあってね、どうぞまた、手作り姉妹作、自分でやってみてくださいとね、同じだろうに、あなたは神様の愛する子になる。素晴らしい間、交わりを神様との交わりを持っていただきます。